go。 はい、グッド、そしてモーニング。イエーイ、田口です。40周年おめでとうございます。おめでとうございます。コングラチュレーション。はい、もうね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、我々が今いるところはですね、はい、はい、久しぶりの東京ディズニーリゾート、うん、来ましたね。ディズニーランドに来ております。うん、もう今までね、やっぱりワールドタイムもたびたびね、こうディズニー特集やらせてもらったんですけど、やっぱコロナになってからもう全然もう自粛してたので、うん、もう全くディズニーネタ、うん、撮れなかったんですけど、今回ね、うん、あの今年からやっぱり緩和されたじゃないですか。ということで、まあ、今年はね、やっぱりゴールデンウィークだったり、夏休み、ハロウィン、クリスマスと、うん、多分ね、たくさんの人がね、もうどんどん戻ってくるんじゃないかなということで、じゃあ我々もじゃあ久しぶりに、じゃあもうディズニーネタ、行かせていただこうかなと思って、今日やってまいりました。うんうん、来ました。はい。で、今ですね、我々がいるところはですね、まあ、グランマサラのキッチンですね、クイッターカントリーにございます。すごいいい雰囲気ですね。いい雰囲気でしょ。素晴らしい。はい、40周年をですね、これから我々楽しもうかなと思っておりますので、もうね、気合十分ですよ。はい、で、いろいろおすすめなところとか、はい、今の40周年はどういう感じなのかをね、はい、ちょっとお届けで、あいにくですね、今日ちょっと雨もね、降ってらっしゃるんで ね、まあ、このあとね、雨止むことを祈りまして、まあ、ちょっと、まあ、雨でしか楽しめないこともあれば、うん、まあ、普通に楽しむと、まあ、いろいろな面でね、たくさん楽しめたらいいなと思ってるんで、楽しみましょう、今日は。本当ね、今日もその分人も少ないんでね、いろんなところ乗りやすいと思います。確かにね、今日あの悪天候なためにですね、やっぱり普段よりね、うん、ちょっと人が少ないイメージがありました。そうそうそう、そういうところもお届けできますもんね。なので、うん、ちょっと、まあ、いい映画ね、どんどん撮れるんじゃないかなと思ってます。うん、行ってみましょうか。行きましょう。ワールドタイムのスポンサーは中川ワールドとその他のスポンサーはいません。バイオリンそんな激しかった。ここバイオリンじゃねえよな、これ。違うわ。ワールドタイム、ワールドタイムだよ。我々はですね、これ40周年のさ、まずね、コーヒーでちょっとブレイクチェア、ね、ブレイクチェアをしておりましたね。はい、チアーズ。いや。これかわいいね。これ後で写真撮ろう。これ見て、コーヒー飲むだけでもこのデザインですからね。ま、40周年デザイン。久しぶりにこんな美味しいコーヒー飲んだ。久しぶりに。久しぶりにね。うん、ではですね、今回はですね、ワールドタイム、やっぱりね、ただ楽しむだけじゃないということで、で、今回ね、その自分がディズニーシーで行った時のやつの、うんうん、前回覚えてます？多分ね、タグちゃんはね、その時は、ね、覚えてるよ。4人で行った時だよな。あ、4人、あ、確かにね、それもあったんだけど、僕がなんか一人でそのソアリンとかディズニーシーについていろいろ説明している会があったんですよ。あったね、ソロの時だ。そうそうそう、ソアリンのね時、うん、その時にやったのがですね、こうワールドタイムカード、これを皆さんね覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、前回そう、これ僕ですね、引いて出た金額それしか使わないっていうやつをやったんですよ。うんうん、今回それをもうで、タグちゃんも今回いらっしゃるので、そうだね、それやろうかなと思っております。初めてだよ俺もこれ、はい、デビューだよワールドタイムカード。実はですね、その当時のまんまのカードを持ってきたんで、はい、うん、昔懐かしいやつ、その昔懐かしいやつね。まずね、500円、はい、500円で5000円、はい、まあ、ここまで普通です、普通ですね、まあ、ていうか500円は普通じゃないけどね、うん、あとは1万円、前回俺これ出したんですよ、はい、で1万円使い切んなきゃいけなかった、うん、時間制限で使い切ったんだっけ。で使い切った、うん、まあ、ちょっとオーバーしちゃった、ちょっとオーバーだね。で究極なのがこれで3万円だいぶ高くなるね、ここで。そうですね、うん、この4枚からちょっと1枚をね、はい、ちょっと引いていただきたいなと神様思っております。神様、3万円だけは引かせないでください。オープン。わお、わお、 まさかの500円っていうね、神様はいるんだ。これあくまでもね、コロナになる前とかのね、うん、特にやっぱりそのディズニーのね、うん、なんかお値段もちょっと上がる前の時に作ったやつなんで、はい、気づいたんですよ、うん、この今ね、僕このコーヒー、ホットコーヒーの S サイズとこのカップ、うん、これ買わせていただいたんですけど、これだけでですね、660円なんですよ。ということはですね、ってことはということはですね、うん、飲み物以外何も買えないっていうことです。そういうことですよね、これ、はい、
さあ、まあ、5名の瞬間いかに、うん、今日はやっぱりさディズニー楽しむって意味だから、まあ、5000円ぐらいがちょうどいいかな、うん、なるほどね、一番いいところそれか、うん、ちょっと違うんじゃないかな、わかんないけど、うん、面白くなかったかな少し、あーそれ面白くないんじゃないかな、タグちゃんと一緒だ、一緒じゃねえかよじゃあちょっと俺もうこれから俺とタグちゃん500円分しか使えませんと、そういう縛りかい、アトラクションの一部なんだね、はいはい、サントリービアシアター、これも今多分待ち時間ないから速攻乗れる、あそうなの、速攻行ける、これアトラクションなんだこれ、あの一応あのクマさんたちのね、うん、なんかお遊戯を見る、はいはい、まあいいじゃない、まあ、まあ昔ながらの、はい、アトラクションでございます、乗れたら全部乗っちゃうよね今日は、乗れるもんあったら、あ今日はもうジャンジャン、ジャンジャン乗れるんですよ、ジャン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 多分乗れる、ジャンジャン、今日はなんかカップル多いね、うん、あなたが求めてたポップコーンなんだっけ、新味、新しい味のポップ出た、できればね僕はね狙ってるのがビッグポップっていうお店にあるね、ストロベリーミルフィーユ味、はい、これは絶対うまいだ、長いの名前が、あスティッチ、どこに、これねスティッチが乗ってきてあれなんで、あーそういうこと、ちょっと取っていいですか、こんなとこにひっそりあるんだ、ワールドタイムだよ、よいしょ、はい、yes、ウェスタンリバーレールロード、はい、って言ったのね、レールロード、イエー、10分待ちでございます、はい、で、バイクの方が乗ってたら、運転進んでください、乗っちゃいましょう、じゃんじゃん乗れるとき乗っちゃいましょうと、乗っちゃおう、うん、うん、かわいらしい、10分待ちなら全然 OK、範囲内、今日の範囲内です、早っ、10分どころじゃないだろ、これ 10分じゃねえの、これ5分だよ、すごいです、いいの？これ相席でいいの？すいませんね、なんか申し訳ない、あら、一体今引っかかった、ワールドタイムは中川アルドと、その他のスポンサーはいません、恐竜が出てくる、恐竜出てくる、そしてサメは誰かユニバーサルか、アメリカ西部を巡る、それがデングルクルーじゃねえそうだね、エムレイも列車の外には手を出さないように、ジャングルではいつだって食事の時間だからね、それは怖い、ジャングルですから、確かにね、そういえば列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ、いい名前、今皆さんが乗っているのは水リゴです、中川ないのかな、中川リボー、中川リボーないの、絶対ない、さあ、はいはい、手振ってるよ、手振ってる、誰かわかんないけど、左の方に滝が流れている山が見えますか、あれは有名なスプラッシュマウンテンです、スプラッシュマウンテン、